戸田市長蔵戸田市長教法20年8月10日は、江戸時代中期の大名。美濃大垣藩の第5代藩主。大垣藩とだけ6代。第4代藩主、戸田市邸の次男。母は、藤井松平信幸の娘。性質は、土入駅の娘。子に戸戸、戸田市立、戸田市栄、戸田栄教。娘。家には、十四人した、伊勢守。 伊が守る。上京4年11月7日生まれ、教法8年4月23日、父より家督を譲られた。藩主時代には文学を奨励している。しかし、父が長寿だったこともあり、それ以外に、あまり反省で見るべきところはない。教法10年7月27日、指定の娘と品の松本藩主、水野忠恒の衆言が行われた。 この市長の議決定は、翌28日、将軍、徳川義宗に、婚儀報告を行うため江戸城に途上し、報告を済ませた。その直後、江戸城松の廊下ですれ違った長布藩正子毛利氏、治に、水野は切りかかり、乱心ということで、改役処分が下されている。父の後を、追うように、教皇二十年八月十日に十九歳で、大垣にて死去し、 あと、次男の支援がついだ。方法は、犬井重鉄元通る沢院。墓所は、岐阜県大垣市西外川町の円通寺。ありがとうございます。